日常運動の食うたびにようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらお母さん食堂さんの鶏もも唐揚げを食べたいと思います。ファミマの唐揚げっていう、こう、ファミチキはちょっと違うな。どんな感じなんでしょうね。ちょっと結構香ばしい香りがするんですけど、ニンニクっぽいな。やっぱりそういうのは使われてるのか。では、いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。お肉は歯ごたえも旨味もたっぷりで美味しいのですが、以前食べた冷凍の唐揚げを食べた時にやはり一流の食品ということもあった。ちょっと衣がむにゅっとしている部分があったのが残念でした。冷凍食品の唐揚げは衣がサクサクで美味しかったので仕方ない部分もあると思いますが、冷凍の方がいいかなと自分は思いましたので、こちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武終焉。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。